では私からマルチメイキャップをコンセプトにしたメイキャップをご紹介したいと思います。渋沢です。よろしくお願いいたします。ではまず初めのモデルさんに入っていただきたいと思います。すごく話題になっているのが下地というものがいろんなところで話題になっています。それはなぜかというと、より素肌を透明感を見せたいっていう、透明感を出したいっていうのが大事ですので、下地で綺麗に作ってからファンデーションをのせるっていうのが需要がとても多くなってきています。ですのでこの色、また紫というお色なんですけども、自然にふわっと見せてくれますし、毛穴も自然にカバーしてくれますし、ちょっと肌にある凹凸感なども綺麗に明るく見せてくれる効果があります。で、上からこちらのインディグレートのファンデーションを重ねております。アイシャドウですが、少し目を閉じていただくと分かるんですけれども、こちらのマジョリカマジョルカのシャドウカスタマイズのベージュの348という色を使っています。こちらも SNS などで非常に話題の色なんですが、見た目は普通のベージュに見えますが、つけてみると少しオレンジ味もあり、赤みもあり、今っぽい質感に仕上がるアイシャドウになっております。で、今からチークを使用していきますが、こちらのインテグレートのシルキーマットリップ OR481 を使用していきます。今先ほども少し話題に出ていましたが、柿色、オレンジという色が非常に話題になっています。ですので結構街を歩いていてもオレンジアイシャドウやオレンジリップをつけている子が非常に多いんですけれども、今季注目の色になっています。こちらマルチアイテムとして使用できますので、今少しチークにもつけさせていただいているんですが、今若い子結構バッグが小さくなっていますので、これぐらいの小さいアイテムですとスポッと入りますので、非常に便利なアイテムだと思います。こちら指でトントントンとつけていただいてもいいですし、ブラシなどで取っていただいてもどちらでも使うことができます。今リップの需要も非常にいろんな色が流行っているんですけれども、こちらも5色展開ですので、自分の好きな色を見つけていただくことができると思います。また塗り方も比較的いろんな塗り方が見られます。こうぼかして塗っていたり、しっかりラインを取っている子がいたり、本当自分の気分に合わせて、その日のお洋服とかに合わせて塗っている子が多いので、こちらのアイテムですと気分によってリップブラシを使ったり、あとはチークポイント、チークだけとして使っていただいても、どちらでもお使いになれると思います。質感はマットに仕上がりますので、これからの季節こう重たいものがお洋服とかに来たりすると、それもおしゃれの一環として少しマットでパキッとしてるとかっこいいかなと思います。こうオレンジといっても少しこうなじませるようにつけると、少し地の唇の色がくすんでこうじわっとにじみ出るので、くすみがかったオレンジにも見えて非常におしゃれな印象になりますし、ちょっとポイントで強く叩いたりするとビビッドなオレンジとして出てくるので、口紅としてもマルチアイテムとしてお使いいただけます。ではまず一つ目のメイクに、ナチュラルメイクです。本当に外に街で歩いてみるような女の子を仕上げてみました。になります。今季また注目のアイテムとして、キラキラとかグリッター感というワードがすごくいろんな雑誌でも見られていますので、すごく今季注目のお色になります。見た目パープルなんですけど、こうのせるとすごく青いのパールだったりこう反射して綺麗です。このアイテムも目元、頬、口紅にどちらでも使えるマルチアイテムになっております。今オレンジのアイシャドウをしているんですけれども、あえて上からちょっと青みのパールのものを重ねることで、違う色のレイヤードをして楽しむっていうのも今結構若い子たちの中で人気ですので、あえて違う色を組み合わせておしゃれを楽しむっていうようなものを提案させていただきます。で、今二重の幅にアイシャドウをのせてるんですが、その上にちょっとアイホールに幅広く入れることでキラキラ感を出していきたいと思います。こちらも指でもいいですし、ブラシを使っていただいても構いません。
シャドウの上に重ねることでちょっと青みに触れたりピンクみに触れたりするので、違った質感も楽しめますし、マットリップとかお持ちの方とかに上に重ねてあげるとそれはそれでまた違った印象にもなるので、1本持っていればさまざまなマルチアイテムとして活躍することができます。ね、今片方側に入れたんですけど結構キラキラとして見えるんですが、今ちょっと画面があれですね。じゃあ両目に入れていきます。こういうアイシャドウを使うときに目の印象がいつもと違って、いつもブラウン使ってるのにちょっと違ってしまうからちょっと手付け買いづらいとかいう方もいらっしゃると思うんですけども、このまぶたの印象だけはいつも使ってる色で、上だけに入れるだけでぐっと秋っぽい雰囲気になったり今っぽい雰囲気に変わるので、そういう使い方とかもおすすめしています。本当に街を見てても本当にグリッター感とかある子が多いので、目の下とかに入れてあげても涙袋を強調してあげて可愛いと思います。この目の二重のアイホールのところにキラキラっと光るだけですごく可愛い印象になると思います。そしてリップは少し色味を変えていきたいと思います。新シーズンからずっとぐっと流行ってきているローズを使用していきたいと思います。比較的この先々シーズンぐらいまではレッドリップがすごく流行っていたんですが、一気にグッと落ち着いてローズが今すごく上がってきていて、今季はローズとレッドとオレンジが本当に均等なぐらいの数字で並ぶぐらい人気の色になってきています。なんでローズなのかなってこう調べたんですけれども、その時にはやっぱり赤だと少し飽きてしまった印象があったり、こうみんなが赤をつけているからちょっともう違う自分になりたいっていう印象をこう抱いてる子たちが多いみたいで、そうなるとこうちょっとフレッシュな印象になれるオレンジだったり、もっと大人っぽくなれるローズというのが人気なようです。今回はしっかりリップラインを取っていきます。青みのバランスがすごく綺麗なので、あんまり青みに寄りすぎてしまうとこうとんがりすぎてしまう印象になってしまうんですけれども、非常にこう簡単に大人っぽくなれるアイテムの色になっているので非常に使いやすいと思います。さっきちょうどモデルさんともこのサイズすごい使いやすいって話してたんですけど、サイズ感がとってもお気に入りでしたねチークですけれども、こちらチークとしてもお使いいただけますので、少しチークとしても足していきたいと思います。でもリップがポイントでもありますし、目元にキラキラがありますので、チークはあえてこうにじませるような質感で仕上げていきたいと思います。今はチークでもにじませるっていうワードがありましたけど、本当ににじませるっていうキーワードがポイントになってきます。あえてチークはこう目立たせるものではなく、内側からふわっとこう出てきたような色も、こういうローズとかが非常に多く出ています。カシスとかローズとか、あとブラウン系の色も出てますので、リップでも今回インテグレートブラウン出てますので、こちらもお使いいただければと思います。
して最後にこちらのマジョリカマジョルカのモンシュトカクテルフィクサーを使用していきます。こちら最後の化粧品、化粧した後のこうフィックスとしてするスプレーなんですけれども、花粉とか皮脂とか乾燥を防いでくれるアイテムになりますので、こちらもバッグの中にこう1つ入れておくと化粧直しとかにも非常に簡単にできると思います。なかなかこういうのってあってなくてありそうでなかったアイテムですので、1本あるとメイク直しがすごい楽ですし、なんかいつでも写真が撮れるようなこうインスタ映えとかをするような商品だと思います。時間が経つと結構チークとかも薄くなってきがちなんですけど、これをしておくことで本当にピタッと長時間キープすることができます。はい、では2番目の少し華やかチェンジのメイキャップになります。使用していきます。ビニールラスターアイズ、こちら目元に使うものなんですけれども、今こうキラキラ感を足した上にさらにもっとこうキラキラギラギラさせて今っぽい女の子を強調していきたいと思います。こちらも一見白っぽくは見えるんですけれども、非常に伸ばしていただくともう本当に点在パールがすごいので、本当に1本だけでも可愛くなりますし、もう万能アイテムだと思います。これから冬の季節とかより遊んでいただけるアイテムになると思います。こちらも目の上のちょっと黒目の中央に入れていくことで、より目の瞳の大きさを強調していきたいと思います。あとはブラックピンクのそのコスメのテーマでもあるビニール感っていうのをより強調させて、キラキラしたビニール感を出していきたいと思います。この黒目の中央に重ねることで瞳がよりキラキラして見えますし、目を開けた時に目の大きさも強調することができます。すごいよりキラキラして見えると思います。目頭とかにも入れていくとちょっと可愛らしい印象に仕上がります。いろんなパールが混ぜ合わさっている商品ですので、一度手にも取っていただいて伸ばしていただいたり目につけていただけるとより良さが分かるかと思います。でこちらの最後にハイライターを使用していきます。こちらのハイライターもピンクのハイライターなんですけど、非常にパールが細かくて伸ばしやすいですし、こう自然にこうなんていう肌のこうツヤ感も出すことができるものになっています。こちらを頬の高いところに目安に入れていきたいと思います。本当にスティック状ですのでスーッとなじませていただいて、トントントンとなじませるような感じで広げていきます。こう一つの顔の中でいろんな質感がある方が今っぽい顔立ちに仕上がりますので、口はあえてマットで仕上げていきたいと思います。これから冬になるとパーティーとかお出かけのシーズンも増えると思いますので、よりこれぐらいの華やかさがあった方がいいかと思います。綺麗な華やかさとハイライトが入っているように見えると思います。